皆さんこんにちは。チャイバーヒューマンプロダクションズの霧島ローランドです。2020年、今年はいろんなことがありましたよね。未曾有の事態によりさまざまなイベントプロジェクトがストップした一方で、新たに始まったこともありました。激動の2020年を経て、今回は PR イベントやカンファレンスの再発明を目指す新しいサービスを発表します。この新サービスでは3つの再発明をします。会場選び、参加者と演者の関係性、コンテンツ展開、巨大な会場や遠く離れた場所、実在しない空間など、規模や地理、時間的な制約を気にせず、自由自在にイベント会場を選ぶことができます。複数の空間を行ったり来たりするイベントも可能です。物理的なイベントではできていた演者へのリアクション、参加者のコメントなどと連携して、演者を称えたり投票するという参加性貢献性を実現します。また PR したい商品を登場させ、演者の意思によって色を変えたり動かしたりすることも可能です。本番だけではなく、イベント当日連やイベント後のコミュニケーションに向けて、会場演出を活用したコンテンツが作れます。 SNS やプレスリリースに投稿する静止画や動画はもちろん、バーチャルショップや AR、VR コンテンツを作ることが可能です。このようにテクノロジーのベネフィットは無数にあります。サイバーヒューマンプロダクションズでは、所有するファシリティと技術を結集し、常に新しい可能性を追求しています。さあ、あなたももっとクリエイティブでエキサイティングなイベントを一緒に実現しませんか？